もうこれ以上幸せはないと思います。こう辛い顔をしてる困ってる人が笑顔になるのを見るのが好き。これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。私たちが全力で24時間365日支えます。支える、寄り添う、つなぐ、私の暮らし。この番組は大分市、大分市連合医師会がお送りします。年をとって怪我や病気をして誰かの助けが必要になった時、どこで過ごしたいですか？大分市の皆さんに医療や介護が必要になった時どこで過ごしたいかを尋ねたアンケート結果です。現在60歳以下の現役世代は3人に1人が介護を担っています。グラフを見ると自宅での医療・介護を望んでいるのは全体の2割にとどまっています。家で暮らすという選択はハードルが高いと感じているようです。支える、寄り添う、つなぐ、在宅医療、在宅介護は様々なスペシャリストが行うチームケアです。在宅で介護をする人、される人、その暮らし方を見てみましょう。介護が必要になった97歳のおばあちゃんを支える家族とスペシャリストの皆さんをご紹介します。見せてくれるの？長男夫婦、お孫さんと同居、お隣には長女の家族が暮らしています。在宅医療を始めたのは1年ほど前です。はい、あーしゃやサボちゃん今年の2月ぐらいですかね。それまでは自分でトイレにも一人で立って、うん、行ってできてたんですけど、それが急になんか立てなくなって、うんうんうん、でどうしようかっていう時にそのケアマネさんに相談したら在宅があるっていうことで、それまではそこの近くのね、病院、そちらの方にもうずっと長いことお世話になってて、でもうその先生なかなか訪問で来れないから、まあ、その辺もやっぱ本人も先生に見てもらうんだったらあそこまで連れていく、すぐ近いとこだけどやっぱ連れていくのも大変だし、まあ、その辺も話したら在宅だったら来てくれるっていうことでね、うん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 、週に2回、ね、デイサービスの方に、うんうん、行ってるから、まあ、その間はね向こうでコミュニケーション取れるし、うん、おばあちゃんは1ヶ月のうち半分はお出かけしています。通所リハビリテーションやショートステイなどの利用は本人と家族にとって自宅以外に寄り添える場所の一つ。同世代と思い出話をしたりリハビリをしたり、機能の低下を防ぐ大切な活動の場でもあります。疲れましたって。はい、疲れます。でも運動すごく自分から頑張ってやってくださる方なので結構意欲的にやってくださいます。うーん、なかなか運動が好きじゃないっていう方ももちろんいらっしゃるので、まあ、ただその在宅での生活を続けるっていうところでやっぱり運動していただきたいなっていうのもあるので、うん、まあ、運動してもらうにあたってこうお互いの信頼関係もしっかり築かないといけないので、なるべくコミュニケーションしっかり取るようには心がけてやってます。あらあら、そういうのあるかな。体づくりだけではなく仲間づくりや、生きがいづくりを、コンセプトに支援をしています。こっちに来られる、他の利用者様と、仲間づくりや、生きがいづくりなどを皆さん、メインに行っております。ぜひデイケアをご活用ください。お尻をずらして大丈夫ですか？ずっと出て、うん、だからからこうやって、よしよし、お大丈夫で
こうやってそこに腰掛けます。デイケアにお友達がいるんですか？たくさんありますよ。はそうですか。どんな話するんですか？大した話じゃないけど、あいたの頃の話、あいたの頃の話ばっかり。何の頃の話？あそこで転んだ、あそこでどうしたとか、そういうことばかりです。そうですか。家族と一緒にいるのもいいし、デイサービスに行ってお友達に会うのもやっぱいいですか？そうね、それは、うん、確かに 100% やっぱお友達がないのも悪い、これは、うん、いい、よし、よし、あり、良い時とか悪い時とか、話し合うちぐ話し合わないな、ね、やっぱダメやな、話し合わない、ね。おばあちゃん何歳ですか？もう最小の、言うて恥ずかしいけど、恥ずかしい、100は近い。本実際の生まれがな、年を隠しちゃう。あんまり年取っちゃうけど、もうなんか、本当こと言われんねん。人生振り返って、どんな96年でしたか？まあ、一番あれはさ、戦時中、大東亜戦争、私は防空壕で入って、あの時の、あんなことがあったなって、今後振り返って話します。まあでも今はね、そんな電気がパーンとつくか、すぐつくけど、昔はあんた、ほら空襲やったら、これに黒の針をかぶせて、な、黒の布をかぶせて、ほら、もう僕の、敵が来たよ。はいはい、身を隠さなし。ああ、よしながらに、防空壕に食べ物からなんか身を運び込んだりして。ああ、もうそういうことも、ああ、もう我々マワロに思い出して話することがあります。幸せですか？ああ、もう幸せ、私はそう思ってます。ああ、みんな子供から支えられて、みんなの家族のお友達、みんな書店の人から、みんなから守られてるから、もうこれ以上幸せはないと思います。おばあちゃんは大正生まれ、4つの時代を生きて、たくさんの苦労を乗り越えて家族を守り抜いてきました。いや、あれもね、結構負けん気が強い、ね、旦那さんが42歳の時に亡くなって、で、おじいちゃんおばあちゃんいて、で、まあ、その中でね、そうね、私がまだ小さかったんですよ。そうそうそう、小学校2年ぐらいだったから、まあ私は、まあたま、もう高校ちょうど卒業した年だったから、その時に、いや、もう魚屋父がね亡くなってどうしようかなって思った時に、もうやっぱりなんか一緒に仕出しもしてたし、おじいちゃんおばあちゃんいるし、まあでも逆におじいちゃんおばあちゃんもいたから、なんとなくこう家族も、周りにいて、ね、でも45の時に車の運転を、そうそう、免許取ったんですよ。免許、そう、みんな寄ってくるね、みんな来るね、みんなこう帰ったら、ばあちゃんどうしようかなって、やっぱりばあちゃん世話になったんです、そうそうそうですね、そう、もういっぱい育てたんですね。孫が8人かな。8人やな。8かな。うん、3、3、2で8。あ、そうか。8で、8人の孫が。孫が7人。7人。助かりますね。やっぱり何かあれば、ちょっと体に異変があったら、電話して、聞けるし、やっぱり安心ですよね。で、24時間電話を、しても構わないんで、だから大変、なんかその方が気持ちがやっぱり、そうやな、心配がないですね、安心してられるっていうか、で、月に2回先生が、
訪問してくれるんですけど、うんうん、よく見てくれるし、結構楽しみにしてる先生が来るの、うん、先生イケメンですよ、ね、おばあちゃんの大好きな人がやってきました。在宅医療を支えるお医者さんです。今日は元気そうやね。おお、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よし、背中に行こうか。よいしょよいしょよいしょ、背中行くよ、ごめんね。よいしょ。最初お嫁さんがおって、その後娘さんも来てくれたり、お孫さんが遠くには来てくださったりとかするので、とても頼もしく感じてます。例えばその場でできる採血とか、まあ、エコーのちっちゃい機械を持っているところならそういうのもできたりとかもします。心優しく頼りになる、その人のことを分かってちゃんとその人に合わせた提案をできるような医者でありたいと思ってます。でその中で、まあ、結構こう不安とか心配なことが多いのが事実だと思うので、まあ、そういうのがなるべくなく安心して暮らせるようにですね、そこをサポートできるようにというのを目標にやっています。じゃあ元気にやってください。また来ますね、はい、ありがとうございました。お大事にしてください。失礼します。先生に握手しよう。はいはいはい、どうも。子供は遠くで暮らしている、頼る人がいない、一人暮らしでも在宅医療介護を受けられます。介護が必要になった一人暮らしのおじいちゃんを支える家族とスペシャリストの皆さんをご紹介します。こうやってご家族さんがいつも準備してくれたりとかしてるので、うん、こういうのを使用して、はい、作ります。バランスよくちょっといろんなものを食べさせてあげたいなっては思ってますね。ご家族さんとの連絡ノートとかがあるので、うん、それで、一応連絡を取ったり、まあ、基本的にはその何かな、事業所の事務所の方に一応何かあればですね、すぐ連絡をするようにしてますね。うん、やっぱりこう褒めていただいたりとか、こう待ってたってやっぱり言ってくれると嬉しいですね。ご飯ご飯、うん、高瀬さん、ご飯よ、向こうに行くよ、頑張れ頑張れ。あいた、あいた、うん、はいはい、どうぞお食べください。食べんね、おいしいよ、うん、うん、うまい。おそらく5年ぐらい前かな、認知症の症状が出始めて、一人で、生活するのがだんだんちょっと、厳しくなってきた。本人の気持ちが一人の生活を続けたいと、自宅で生活を続けたいってことでやってて、ところが2年前にやっぱ足腰が弱って転んでしまって、そこで大腿骨の、頸部骨折を起こして、で緊急の入院、そして手術を受けて、まあ、リハビリをしたんですけども、まあ、元々の認知症の症状が進んできて、本人は自宅に帰りたい、でも家族はこのままじゃ厳しいんじゃないか、もう施設の方がいいんじゃないかっていうふうに悩んで、まあ、私とかケアマネがそこに関わって、本人の希望を叶えるためにどうしたらいいだろうかという話し合いを持って、いろいろな各事業所にお願いをして、自宅での在宅の生活が始まって今に至っているという状況です。高瀬さん、お家でどう、ね、ここで困ったことはないかな、うん、困ってることはないですか、うん、ある、困ってることあるかな、うん、あ、まあ、よくない、よくない、どこがよくないの、はい、体、
お体。体良くない。やっぱ私の方がってなの。うん？若いやん。うん、元気ね。よかった。これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。うんうん。いいね。はい、うんうん。ご飯美味しい？ご飯食べてる？はい、ご飯は。まずは一緒に認定調査受けてもらわないとどうにもならんけんちゅうことで、そこから始まったんかな。認定は下りたけれども、もう全然サービスの拒否が強くって入れない。知らない人だからやっぱ怖いっていうのと、なんかちょっとした物音も怖いみたいで、そんな感じがずっとあって、誰も入れられなくなって、うん、介護に対して家族が触れたりとかが拒否があるし、うん、お食事も自分の好きなのを食べてるっちゅう感じで、着替えよう次けど着替えんかったりで、お風呂もずっと入ってなかった、うん、まあ、何ヶ月って入ってない状況、開けてみたら薬がもう3ヶ月も残薬がずっくりあった状況やったんですよ。こういう状況やけんちゅうことで、包括がまずは介護申請をしましょうつって、どこから始まるかっていうところで、まずは医療とつながらんといけん、定期受診がきっちりできてない、正しい情報が入ってないということで、まずは訪問看護から。こんにちは、お邪魔します。訪問看護です、よろしくお願いします。いや、いつもお願いします。お願いします。お写真かい、うん、お写真は撮るよ。そう、へえ。じゃあ熱からね。ちょっと抑えますよ。変わりありませんか？大丈夫、うん、うん、お俺だけやか。そう俺は悪いけ。悪くない。どうしたん？うん、大丈夫よ。変わりないけどね。変わりがないけど、一応は全部測らせてもらってます。ごめんね。訪問看護から始まったチームケア生活。現在は通所介護、ショートステイを利用し、自宅と施設、2箇所を交互に過ごすというリズムが整ってきました。在宅中は訪問診療、訪問看護、訪問介護などのサービスを利用し、娘さんは安心して仕事を続けています。今日は歯医者さんが来る日、おいしいもの、好きなものを食べられることは生きていく楽しみの一つです。噛んでください。まず拭き取ります。歯茎も傷がなくて良好ですよ、うん、傷はさ、ここ痛いですよね。入れますもんね、ここはね。うがい、お水入れますよ、うん、ブクブクブクとして吐き出します、うん、そう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 、はい。まあ、例えば普通の歯医者さんであるようなあのキュイーンっていうやつ、ああいうのも少し大きめの機械があるんですけど、そういった器具もあります。外来診療でできる治療は、ほぼ全てすることができます、はい、ただガイドラインでは、大掛かりな外科処置っていうのはガイドラインが外れますので、それ以外は通常の歯医者さんでやるような治療がほぼ全てできると思っていただいて大丈夫です。どのくらいの頻度で来てくださる、患者さんの状態にもよるんですけれども、多くて週に1回です。今からですね、入れ歯のチェックをしていきます。うん、うん、はい、では一回入れ歯入れましょう。はい、開けて噛んで、そうですそうです、
ぎゅーっとかります。ぎゅーっと。そう。はい、開けてください。うん、うん、いいです。開けます。はい。はい、開けてください。よいしょ。はい、噛んでください。カチカチ、うん、カチ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 、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい、よかった安心しました。これいいな、あ、よかったです。あの、ホーカーさんとかヘルパーさんノートを見ても食事量の変化もあんまりないみたいなので、はいはい、周りの歯茎もあの特にその強い炎症とかも起きてないので、うんうん、まああのまあ、僕としてはまあいけるところまで、はい、うん、あの経過を見ていきたいなと思ってます、うん、はい、おじいちゃんは新聞社の報道カメラマンでした。激動の昭和を記録するお仕事、かっこいい。知らない写真が出てきたりすると、うん、あ、楽しかったんだろうなと思って、あっちこっち行ってる人なんですよ。やっぱり甲子園とか、あの東京とかいろんなとこ行ってるのが、でもあっちこっち行くお仕事で、あっちこっち行く人生だけど、やっぱり家がいいんですね。そう、やっぱりや、うん、ね、家がいいし、うちの母の手料理しか食べなかった人なんで、自分が建てた家っていうのもあって、やっぱこの家がやっぱ好きなんで、この家で過ごしたい、長くね過ごしたいっていうのがあるかもしれない。それならそれで、まあ、できるまでですけどね。その一番あったプランっていうのが必ずどっかであるんですよ。今度こういうことになって、あ、みんな同じなんだっていうのが分かったんですよ。寄り添うだけでもチームケアの中の一つだと思う。私何も何もできん、それでもいいと思うよね。横におって見守るだけで、本人と顔見せるだけでも本人が、あ、いや家なんだとか、うん、あ、落ち着くなっていうのがあるし。だって娘さんのこと大好きですよね。言語でやってる。介護が必要になっても一人暮らしができるんですね。そうですね、あのできるんですよ、うん、この独居の方に関しては最も大切なのは本人の、まあ、気持ちであったり覚悟、家族の覚悟も必要です。そしてそれを支える人たちのバックアップっていうのももちろん必要です。だからそういったのが全部揃って成り立っているということ、まあ、医者が往診に行ったり訪問診療に行くだけが在宅医療って思ってらっしゃる方も多いんですけれども、やっぱりあの訪問看護であったり、あの訪問介護であったり、もう多職種いろんな方があの連携を取ってやっていかないと成り立たないと私は思ってます。そのチームの中心が本人と家族です。それを周りのスタッフが取り囲む形で支えるということですね。決してあの独居だからで介護度が上がって、まあ、一人で生活が、できないというわけではないということですね。でこれはやり直しはいくらでも効くんですね。在宅医療を選んだからといってもう何が何でも在宅にしがみつく必要は全くなくて、ちょっと難しいなと思ったら、まあ、施設を考えたり、あるいはあの、まあ、一時的な入院であったり、うん、まずあの、家で過ごしたいという気持ちがあればまず一歩踏み出してみたらどうかなというふうには思います。人と話をしたり、人の何か役に立って、こう人の笑顔を見るのが好きなんです。こう辛い顔をしてる、あの困ってる人が笑顔になるのを見るのが好き。支える、寄り添う、つなぐ、チームケア、生きる、食べるを支える。生きるを支える医師として、私たちは患者さんの健康に関する、まあ、全てのことに対応するように意識をしています。医療の最善が患者さんの最善とは限らないので、私たちは患者さんからしっかり話を聞いて患者さんの最善を選べるように
最大限努力をするようにしています。生きるを支える訪問薬剤師として患者さん一人一人に合わせた薬の管理方法を提案しています。患者さんによっては1回分の薬を取り揃えることに不安を感じていたり、日付や曜日の把握が十分に行えないなど抱える悩みは様々です。私たちはこのような方々に対してその人の生活や理解力に沿った管理方法を提案しています。個人に寄り添うことで管理能力の維持・向上に努めています。生きるを支える訪問歯科診療の歯科医師として在宅生活をよりよく過ごしていただくために皆さんと一緒に寄り添いたいと考えています。お口の中は全ての入り口です。それを維持していくために皆さんと連携して、より多くの人が不安なく在宅の生活をですね過ごしていただけるように日々精進してまいりたいと思っています。お口の中の状態、入れ歯が入っているか揺れている歯があるかなどを確認して、多職種の皆様にお伝えをして共有して少しでも手助けができたらなと思っております。一人で訪問しますが、主治医をはじめ多職種の方々との情報共有や、たくさんのアドバイスをいただきながら訪問していきます。食べることは生きること、生きる喜び、そして力となります。在宅訪問管理栄養士はその生活を支えていきます。暮らしに寄り添う、暮らしに寄り添う訪問看護師として、私たちは在宅で生活をするご本人様、ご家族様の気持ちに寄り添い、体調管理はもちろんのこと、生活すべてにおいてできる限りの支援を行っています。私は連絡をいただいたらお伺いしましょうかの一言で安心してもらうことを大切にしています。私は在宅と施設をつなぐ相談員として、まずはご本人様、ご家族様の些細な変化を見逃さずに適切なアプローチができる相談員でありたいと考えております。地域をつなぐ、チームをつなぐ。現在大分市では異なる保険制度である医療と介護それぞれの関係機関が密に連携を図ることで、市民の皆様が切れ目のないサービスを受けられる環境を整備し、住み慣れた地域で自分らしい生活を送っていただけるよう取り組みを進めております。医療サービス並びに介護サービスの情報提供や連絡調整を行うとともに、介護サービスを受けるために必要な介護認定の申請相談に対応させていただくなど、地域の皆様にとって最初の相談窓口となっておりますので、困った時や不安な時、どこに相談すればよいかわからない時には、まず地域包括支援センターにご相談ください。在宅医療を受けられる患者さんはですね、脳梗塞や認知症やがんの患者さん、どんな患者さんも在宅医療を受けることができます。家の方に訪問看護師さんがいて点滴もすることができます。訪問入浴者というのがあってですね、ビルの5階でも実はどこでもですね行ってお風呂に入ることができます。またこのように在宅医療はどんどん高度化しまして、点滴のみならず高カロリー輸液という IVH ということや胸水や腹水もですね、あるいは輸血も家でできるような時代になりました。在宅が心配な方はですね、1日でも1週間でも家に帰ってみてください。私たちが全力で24時間365日支えます。今は最後まで見れる時代になっています。どうぞ在宅医療に皆さんも参加してみませんか。私たちはそれを支えます。様々な人の力を借りながら、あなたにも家で生きるという選択肢があります。ご協力いただいたおばあちゃん、おじいちゃん、ご家族の皆さん、スペシャリストの皆さん、ありがとうございました。支える、寄り添う、つなぐ、私の暮らし。この番組は大分市、大分市連合医師会がお送りしました。ハットが